お寿司いただきまーす。あら、わさび入れすぎ。わ、弟腹立つ顔してたな。ドッキリってことか。サビ回避あります。右側行ってみます。うわ、お父さんが波平さんと同じヘアスタイルだね。で、ドヤ顔の弟の手元に絞られたわさびチューブがあるね。あ、このエビのお寿司が取れた。じゃあこれを交換すればいいんじゃない。取って、で、弟から取ったやつをこっちに送ると。で、こっちのわさび入ってるやつを弟のとこに置いて、これで食べます。いただきまーす。あ、僕は辛くないね。で、弟にダメージ食らった。悪いことしちゃダメだよ。